ちょっとね。ズボはどこ？怖い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 怖水星のことか現れたスターの原石アイドル VTuber の星松水星と申します。そこはちゃんと言うんだね。そこはちゃんとするんかい。本当にあれなんか羽が生えた生き物が3匹いるんだけど、これ何ですか？どうも妖精です。どうもです。よろしくお願いします。妖精？そうなんですよ。海外に妖精本当にいたんだ。いや、そうですね。あの、壺の妖精ですね。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあね、なんで反響欄になってたの？あ、ちょっと聞いてほしいんですよ。怖い怖い、ゲストの上げ下げが聞いてほしくて。なんでも聞きますよ。すごい。ここはね、つぼとスイちゃんだけのね、秘密の話ができるところだからね。うん、じゃあ思う存分叫んでもらってもいいですか？早速どうぞ。わかりました。では聞いてください。今日歌うの？歌なのかな。私は歌ってる歌ってる歌ってる。明日ガチャにカード上限を捧げた女。すごい。星水星。あ、すごいよ。イエーイイエーイ。ライブか。先日もカードを深追いしないでおこうと思いながら。嫌だ。ここすごいカード止められるで、うん、こんなホロライブは嫌だ、うん、え、これちなみにちょっと詳しく話聞いて、はい、何があったんですか？え、まあちょっとこれはまあ、みんな知ってることだと思うんですけど、うん、アンサンブルスターズの佐久間リッツ君っていう推しにね、うん、貫突したくて13貫突4万かけたんですよ。13、4万。そうなんですよ。やば。で、13、4万かけちゃったから、なんか、うん、ちょっとしばらく落ち着こうと思ったんだけど、落ち着けよ、そこは。アンサンブルスターズが、まあ、最近アップデートがあったから、はあ、カードを手に入れると、うん、その 3D で好きに踊らせられるようになったから、うんうん、すごい。なんか推しじゃなくても衣装が可愛いとなんか欲しくなっちゃって。あー、うん、なるほど。推しじゃない子に2万とか3万とか5万とかかけるようになってて。やばいじゃん。推し以外にもお金かけちゃったらもう破産しちゃうよ。そうだよ。止まらねえよ。やばい。やべえわ。止まらないホロライブだなと思って。だって、アンサンブルスターズって確かキャラクターめちゃくちゃいますよね。ねえ、なんですよ、40人くらいいるんで。ねえ、すごい。いや、すごいで止まらねえんだよ、これ。そこで止まって話じゃねえんだよな。やべえよ、やべえよ。やばいなと思ってる、最近。ちなみに昨日も2万だった、何ですか？え、昨日も2万だったんですか？そうです、はい。ちなみにだって、休止中も結構なんかやったみたいな話ありましたよ、聞いてみたんだ。そうな、聞いた気がするな。休止中も、その私の推しのユニットがあって、うん、はいはいはい、推しユニットの、推しじゃない子がいるんですけど、うん、でも推しユニットだから、行きたいなと思ってやっべえな。あ、そうだな。これには、5入れましたね。うん、でもまあ、13万から15万って言われるとなんか5万って言うと、まあってなるのかな、今の方が。まあ、まあ、うん、いや、よくねえよ。クリアが分かんなくなっちゃう。でも、アイドルがアイドルに貢ぐというかね、お金を捧げてるっていうのは、ね、まあでもね、これは面白いですね。ね、スイちゃんの好きなものだからね。うん、そうだね。あれじゃない、もうさ、そのさ、この悩みを吹っ切るために、うん、スイちゃんさ、最後にさ、うん、アンサへの愛を叫んだ方が、推しへの愛をここでさ、思いっきり叫んで、次に繋げてきた方がいいんじゃない？なるほどね。
うんうん、開き直っていこう。思い切ってなんかもう吹っ切っちゃえばいいんじゃないかな。開き直ろ、開き直ろ。開き直ってこれからも書きたいってこと、うんうん、まあそういうことだわ。ノンストップストーリーってそういうことや、うん、あ、確かに確かにじゃねえよ。あとで止めるんじゃねえぞ。スイちゃんのマネージャーさんには伝えておきます、ちゃんと。何かあったらやれるよ、お願いします。最後にね、そこは伝えられるんだ、叫んでもらって、はい。